こんにちは、原町接骨院久松です。今回は頭すっきり、髪を引っ張り、脳疲労改善だということでお話しいたします。はい、今回はね、髪を引っ張って脳疲労を回復させるという方法をご紹介いたします。この動画をご覧になることにより、あなたは脳疲労を回復させる方法をまた新しく知ることができます。ではお話しいたします。脳疲労を回復させる方法としては、壁に足を立てかけたりとか、あとはお昼寝をしたり、瞑想をしたり、あとはね、この手の組み替えなんかがね、いいということで私ご紹介してきたんですけども、例えばね、こういったのができないシチュエーションであったり、手の組み替えを苦手だからやりたくないやとか、めんどくさいっていう場合、そんな時のためにある方法はこの髪の毛を引っ張る方法なんです。はい。実は、ね、脳疲労があるとですね、脳の血流だけじゃなくて、頭皮の血流も悪くなるんです。頭皮の血流が悪くなると、頭皮が硬くなってしまう。で、頭皮を柔らかくすると、逆に頭皮の血流が良くなって、脳の血流も良くなって、脳疲労も取れやすくなるんです。で、頭皮を柔らかくする。そのための方法が髪を引っ張るんです。ただ引っ張ればいいっていうんだ、じゃなくて、ちゃんとしたやり方があるんですよ。どう引っ張るかというと、まず、狙いは、百会というツボ。あなたの顔のセンターラインと耳と耳を結んだラインが交わるところ。このね、頭のてっぺんの、ここの方向に向かって髪を引っ張るんです。掴んだら、百会の方向に5秒から10秒。で、終わったら他の場所も5秒から10秒。これを頭皮全体にまんべんなくやるようにしてみてください。これをやることにより、頭皮の血流が良くなって、頭皮が柔らかくなって、そして脳の血流も良くなって脳疲労取れてくるんです。これ100円の方向じゃないとダメなのかっていうと、そうなんです。やってみるとわかりますけども、これ100円の方向に引っ張るのと、他の方向に引っ張るの全然感覚違います。100円の方向に持ってあった方が気持ちいい感じがあります。そう。気持ちがいい感じだ。体にいいことですから、ぜひね、あなたが脳疲労あるときに、いろんな脳疲労のね、解消法ができないで、この髪を100円の方向に5秒から10秒引っ張る。まんべんなく、頭皮全体にね、引っ張るのをやってみてください。ただね、この方を昼寝や瞑想、足を上げたりとか、手の組み替えに比べると、脳疲労改善の効果は低いです。ただやらないよりもやった方が全然効果ありますし、例えばこのね、回数を多くやれば、より、頭皮の血流、脳の血流が上がって脳疲労改善しやすくなりますので、ぜひね、この脳疲労の解消の方法の一つとして、髪の毛引っ張るのをやってみてください。また、もし、あなたが髪の毛が短くてできないとか、もう髪の毛が少なすぎてできないとか、そういう場合は、この方法は向いておりませんので、他の方法を試してみてください。はい。あとね、頭皮の血流が良くなるので、この方法は、薄毛でお悩みのあなたにもおすすめです。頭皮の血流が良くなるので髪の毛生えやすくなりますので、脳疲労がなくてもね、髪の毛少ないあなたは、この、引っ張るのもやってみてください。はい。そしてこれをご覧のあなたが脳疲労以外でね、自律神経の症状、その他の症状でお悩みでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体で、あなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて、調子が良くなっていくお手伝いをさせていただきます。また、あなたのご自宅が遠方である場合、また外に出るのが辛いぐらい調子が悪い場合、またこのご時世移動して触られるってことに対して不安がある場合は、自宅にいながらお体を改善できるオンライン遠隔整体というのを私やっております。私の自律神経の整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって、電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ。毎週日曜日22時ぐらいからご覧のチャンネルで YouTube ライブ。週に2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画の復習と、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後では、いらっしゃる方全員で合同でお体を整える、オンライン遠隔整体合同版までやっております。よろしければライブ配信もご参加ください。そして、この動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。
ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。